エンジンオイルにはいろいろな種類がありますが、今回は 100% 化学合成油のこちらヤマルーブプレミアムを使用していきます。ゴミが入っちゃいけないので開けっぱなしにはせず軽く閉めておくのがおすすめです。ほらこんな感じで、結構スルスル回るので、わかりますか、これこんな感じでバイクを引き起こすとオイルがニュニュッと出てくるんですね。はい、明けましておめでとうございます。多趣味なニートことメニオミです。2024年最初の動画はですね、ご覧の通り森の中からお送りしております。昨年は多くの方に動画を見ていただき、去年の1月の時点でですね、チャンネル登録者数の方は1000人ちょっとだったんですけど、1年経った今年は約1万7000人ぐらいからスタートすることができました。もっともっと大きくて面白いチャンネルを目指して頑張っていきますので、本年もどうぞよろしくお願いします。ということで、はい、まあ僕の相棒であるこちらのバイクなんですけれども、去年のね秋に北海道宗谷岬まで行って帰ってきて、その時にですね3000キロぐらいだいたい走行をしまして、まあもちろんねその前にもツーリング結構行ってるので、まあ、前回のオイル交換から6000キロ以上はもう走ってしまいました。とそこで今回はどこでも誰でもできる丁寧なオイル交換という内容で、動画を撮っていきたいと思います。まあバイクのメンテナンスといえばね、オイル交換っていうのは欠かせないものなんだけど、手順さえしっかり守れば結構誰でもどこでも本当にできちゃうようなメンテナンスなんで、今日はねそんなオイル交換のやり方をちょっと丁寧な感じで解説していきたいと思います。じゃあ早速メンテナンスの方やっていきましょう。バーン。はい、それではまずオイル交換に必要な道具から紹介していきます。なお今回は誰でも手軽に真似できるようにという意味合いも込めて、オイルフィルターの交換は行わず、エンジンオイルのみ交換していきます。まず絶対に必要なのが新しいオイルですね。エンジンオイルにはいろいろな種類がありますが、今回は 100% 化学合成油のこちらヤマルーブプレミアムを使用していきます。スズキのバイクなのにヤマハのオイルを選んだ理由ですが、似たような性能のスズキのプレミアムオイルエクスター R9000 よりも安いからです。このオイルはR1 などにも推奨されているので、僕の GSX Essen GT に使っても十分に性能が発揮できると考えました。エンジンオイルの種類や選び方については過去にショート動画でまとめているので、興味のある方は概要欄から見てみてください。1分でわかります。続いてこちら、オイルを注ぐためのオイルジョッキですね。このジョッキは入れるオイルの量を測れるメモリ付きのものを選ぶと作業がスムーズにいきます。 Amazon で600円ぐらいで買いました。次にオイルを抜くためのボルトを外すソケットセットですね。ボルトの太さは車種によって異なるので、このようにソケットが複数選べるものが一つあると安心です。このソケットセットは過去に出したリアキャリア取り付けやマフラー交換の動画でも使っていたもので、持っているとオイル交換だけでなくいろいろなことに使えます。続いてボルトを締めるときに使うトルクレンチですね。エンジンオイルを抜くときのボルトは、締めるときにこれぐらいの強さで締めてくださいという数値が車種ごとに決められており、このトルクレンチを使うことで適正な強さで締めることができます。熟練の整備士さんとかだと勘で締めたりもしますが、締める強さが弱すぎるとオイルが漏れ、強すぎるとオイルのタンクが損傷してとんでもないことになるので、慣れないうちはこのトルクレンチを使うと安心です。これも Amazon で買いました。そしてこちらが抜き取ったオイルを捨てるためのポイパックというゴミ袋のようなものです。近くにガソリンスタンドなどがあれば廃油を捨ててもらえる場合もありますが、基本的にはこれを使うことになるでしょう。あとはこぼれたオイルを拭き取るためのキッチンペーパーや、手につかないようにするためにゴム手袋なんかもあると安心ですね。とまあオイル交換に必要な道具はこんな感じなので、早速交換作業をやっていきたいと思います。それではオイル交換をやっていきましょう。まず最初にエンジンをかけて3分ほど暖気を行います。オイルは油なので熱を持たせることで流れ出やすくなります。次にオイルキャップを開けます。こうやってつまんで開けられるバイクもあれば、ドライバーがないと開けられないバイクもあったりします。最初にオイルキャップを開けることでオイルを抜くときに空気の通り道ができ、スムーズにオイルが抜けるようになります。ただゴミが入っちゃいけないので、開けっぱなしにはせず軽く閉めておくのがおすすめです。続いていよいよオイルを抜いていきます。エンジンオイルを抜くためには車体の下部にあるドレンボルトを外す必要があります。車種によって横向きについてたり縦向きについてたりしますが、だいたい同じような位置にあります。先ほどのソケットセットの中から径の合うソケットを見つけておきましょう。
そしたらこちらホイパックを開封します。中にはこのように綿が詰まっていてオイルが染み込むようになってます。そしてこのポイパックをドレンボルトの下に設置。オイルは勢いよく飛び出してくるのでなるべく広範囲をカバーできるように設置しましょう。この時は敷き忘れましたが、こぼれた時用にビニールシートや新聞紙などを敷いておくことを強くお勧めします。ではではドレンボルトを外していきましょう。ソケットをボルトにはめたら力をかけた時に舐めないようにしっかり奥まで押し付けます。そしたらハンド系周りに一思いにグイッと。最初だけレンチで回せばあとは手で外すことができます。余談ですがドレンボルトに限らずネジ類は時計回りで締まる、半時計回りで外れるという作りになっているので覚えておきましょう。オイル交換以外でも使えますよ。そして手で回していく。ちょちょちょ、これはあるあるなのですが、勢いよく飛び出したオイルがかかって垂れてしまったので、すぐにキッチンペーパーと洗剤で清掃をしました。土の上などでこぼすと環境的にもまずいので、皆さんは新聞紙を敷くことを強くお勧めします。ドレンボルトを外せたら、タンク内のオイルをすべて出すためにバイクにまたがって上下に揺さぶります。きっと分かってくれる人もいると思いますが、これちょろちょろになってから平気で20分とか出続けるんで、ちょっと辛いよね。ちなみにドレンボルトには古いオイルに混じっていた鉄粉がついていたりするので、個人的にはペーパーで拭き取ってあげることをお勧めします。それからボルト拭いてて気づいたんだけど、この時ワッシャー変えてないんですよね。一応ドレンボルトにはワッシャーというものがついていて、マニュアル上これは毎回新品にしてくださいって書いてあるんだけど、今までの経験上3回ぐらい使い回してもオイルが漏れたことはなかったので、まあ今回は変えないんですけど、本当だったら変えておいた方がいいとお伝えしておきます。オイルが抜け切ったらドレンボルトを手ではめていきます。ほらこんな感じで結構スルスル回るので、これ以上回らないところまで行ったらここでトルクレンチの出番です。僕のバイクは規定トルクが 20Nm なのでダイヤルを回して設定していきます。ソケットをこちらに付け替えて準備完了。外した時と同じように舐めないようにしっかり押し付けて、ちょっとパイプに当たってますがうまいこと締めていって、このようにカチッと音がして回らなくなったら規定トルクに到達。これでドレンボルトは OK です。無事にボルトを締めたらいよいよ新しいオイルを注ぐのですが、オイルを入れる際に注意すべきポイントがありまして、このオイルジョッキの中が綺麗な状態かどうかを必ず確認してください。知らない間にゴミや虫などが入り込んでいる場合が結構あって、エンジン内部に異物が入ってしまうのは悪いので、必ず綺麗なことを確認してから新しいオイルを入れましょう。ドライバーを使ってオイルの缶を開けて、メモリを使って量を測りながら入れていきます。今回は必要なオイル量が 2.8 リットルなので、 1000ml までのメモリを2回と500と1000の間の1回に分けて入れていきます。よよよよ、オイルはすぐに垂れるので適宜拭き取ってあげると安心です。ジョッキに注いだらオイルキャップを開けて新しいエンジンオイルを注入していきます。はい、新しいオイル注入完了です。入れ終わったらオイルキャップを仮締めして、エンジンの下部についているこちらの窓、オイルレベルゲージから入っている量を確認します。上に書いてある F と下に書いてある L の間にオイルが来れば規定量入っていることになります。今サイドスタンドでバイクが傾いているため、バイクを起こしてからこのゲージを確認します。ちなみにモザイクっぽくなっているのはレンズにオイルがついているだけです。よっこいせと、ほら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 、わかりますか、これこんな感じでバイクを引き起こすとオイルがニュニュッと出てくるんですね。で今地面に対して垂直にバイクを立ててるんですが、 F と L の間にオイルが来ていることがわかります。一応自分でも今バイクを降りて目視で確認したけど大丈夫そうです。一人でバイク立たせると結構こかす率が高いので、心配な方は2人以上で確認してください。はい、以上がどこでも誰でもできるオイル交換の手順紹介でした。
最後にちょっとおまけですが、自分でオイル交換をするメリットとデメリットについてお話しします。メリットですが、まずは費用が圧倒的に安いこと。今回は道具をすでに持っていたので、ヤマルーブプレミアムとポイパック合わせて6000円程度でオイル交換ができました。言うてヤマルーブも高いオイルなんで、 YSP で同じものを3リットル交換したら工賃込みで少なく見積もっても倍の値段がかかると思います。それから細かいケアができて安心感が持てるというのもメリットです。今回僕はエンジン内にゴミが入らないようにジョッキ内のゴミを確認したり、オイルキャップを頻繁に開けたり閉めたりして安心できる状態で整備をしました。お店の場合は1日に何十台もオイル交換をしないといけないので、さすがにジョッキ内に異物が入り込んでないかなんてところまで毎回確認してる暇はないと思います。まあ多少ゴミが入ってもいいようにフィルターってのがついてるんだけど、やっぱり自分のバイクは大事にしたいよね。逆にデメリットですが、全て自己責任であること。オイルをこぼしてしまったら清掃しなきゃいけないし、人間がやることなのでミスをする可能性もあります。お店に任せておけば、もし整備ミスがあってもお店のせいにできますが、自分でやる場合は全て自分で対処しなくてはいけません。この2つを天秤にかけた上で、結局僕は俺の相棒は俺が見るっていう意気込みから、オイル交換くらいは自分でやるようにしてるってわけです。まあ言うてバイクの整備は楽しいんで、興味を持った方はぜひこの動画を参考にしてみてください。わからないことがあればコメントで聞いてもらえれば回答します。ほんじゃ今回はここまで。また次回の動画でお会いしましょう。またね。